私の声がよく聞こえるのは、マイクが実はここ、うん、マイクが立ってるのはここなんですね、うんうん、2人いるのにここじゃなくてここに立ってるから、うん、私の声の方がじゃない、そうじゃないと私の声が聞こえなくなります。はい、あ、なるほどね。そうそうそうははまあでもね、バルスを言うためにね、11時ぐらいには元気になってるんですよ、はい、ね、年に1回ね。そうですね、バルスの日ですから。バルスの日、それはそうでしょう、絶対そうでしょう。それまでには終わらないとダメでしょ、放送ね。そうそうそう、おもむろに手をこうすんの、そうそうそう引っ張らないでしょう。あ、流れ出した、よかった、うん、あとは、ね、今日、そうそう、大事なこと忘れてました。今日の放送では、うん、ゲームの実況をいっぱい使います。すげえ量のギルデルでとか、まあなんかいろいろですわ。もうだからダラダラやってしまうと、あ、そう、ダラダラやると、ダラダラやってしまうとバルスの可能性がある。バルスって言って、あの放送一でバツンって終わるっていう、どう、そ、その演出、これはですね、どこまで言いたいだけだ、言いたいだけ、言いたいだけ、俺と君こう手つないでこうやって君ね、バルスつって放送終わるみたいな。まあまあ、なしなしじゃない。 あ、 あとね、引っ越しということでございまして、うん、第、39回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブのお時間でございます。ああ、緊張した。皆さんにご挨拶をお願いいたします。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの、吉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、私、はい、古い名前を持っておりまして、うん、なんだっけ、吉板ウル吉板に行くんですか。吉板ウルジャラエオンゼア、あの、なんだっけ、ジャラは王、トイルは誠まあ、ラピュタね、今日入るんで、ね、ちょっとテンション上がってまいりましたけど、はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じでよろしくお願いします。進行を務めますモールモリコとコミュニティチームの室内です。よろしくお願いいたします。はい、はい、お待たせいたしました。はい、戻ってまいりました。第39回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブの後半戦をお送りしたいと思います。まあ、親方の殴り合いもそろそろあれだと思うんですけど、まあ、吉板って自分で言ってしまったらあれなんでしょうけど、はい、あの、早速ね、こう空から降りてきた女の子の顔にね、はい、あの、吉田の顔をさ、なんかいいんだけど、俺どっちかって言ったらパズに貼ってほしいよね、はい、どうせあれね男の子的にはさ降ってくる側よりもあれ、ね、そう、うん、まあみんな仕事早いね。早いですね。ね、またいろんな角度の吉田さんの素材が揃ってるもんだなと思って感心する次第でございます。いや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 。今日本では天空の城ラピュタという映画をやっておりまして、そうですね。皆さん気になってしょうがない。いやー、もう超名作ですよ。何十回見たかわからない。そうですね。全セリフ言えますから。年中行事になっておりますね。はい。10秒で休憩しな。違いますよ、我々見てるわけじゃないんですよ。皆さんのコメントから、コメントと経過時間から類推しているということでございます。とか、まあ、いろんなものをやってまして、とにかく、あの、疲れました。バルスまで10分。じゃあ、よし。放送終わってですね、はい、みんなでバルスに備えましょう。そうですね。心を落ち着けて。いやいや、だってですよ。だって、お祭りですから。すごいな。参加しますよ。私の画面には、うん、あの、裏にいるコミュニティチームだの、うん、M ちゃんなどの指示が飛んでくるんですけど、うん、どうせならトレーラー見てバルスまでやったらいいじゃないかとか、こういろんな無茶を言ってくるので、どうしよう、終わってやりましょうか。あ、トレーラーが YouTube に上がるそうです。上げていいですか。うん。あ、トレーラー YouTube に上がる。上げていいですよね。あ、いや、いいね、うん。上げましょう。はい。ではただいまから、PLL は間もなく終わりますが、 YouTube に先ほど冒頭でご覧いただいた、パッチ 4.1 トレーラーを公開いたしますので、もう隅々までご覧ください。はは、何、あ、何、結局バルスまで引っ張るの。引っ張るんだったら別に俺いいけど、引っ張っても、あと何分ぐらいでバルスな感じなんですかね。その誰かリアルタイムに見てる人が、じゃあいいですよ、引っ張る。あ、トレーラー公開になりました。あと10分。じゃあなんか一回トレーラー見ながらマイク活かしてもらって、ああ、でいけます、オペレーション的に。
大丈夫？大丈夫です。じゃあなんか一緒に見ます？じゃあ一回みんなで見ましょうか。はい。なるほど。あれをね、なんとかしたいって言って、ちょっとこだわってやらせてもらった。153分ほど。お、3分間待ってやるっていうシーンですね。シータ、あの言葉を教えて。僕も言う。すごいな。2人でこうしないんですか？どっちがシータでどっちがパズーなの？そこをまずはっきりさせる必要は、これ立ち位置の時点で決まってますよね、きっと。ああ、この位置だから。俺シータじゃね、パズーじゃないですか。俺パズー、これ見えてる。あ、シータ、シータは手が下です。まあ、パズーが上です。どっち、こっち、こっち、逆、ヨシータ、ヨシータだ。どっちだよ。シータ、シータこうだよね。だから、じゃあこう、これでこれでバルスで、もう何、あとどれぐらいだよバルスまで。本当だよ、ちょっとごめんごめん、笑ってる。フリー素材だから。いいな、そういうの。どうせフリー素材だから。バルスだから。本当、世界の皆さん大丈夫です。パズーが下？え、どっちだよ。パズーが下。あと1分。ちょっと誰か、誰か指示して。誰か。吉田さんがパズー。うん。俺パズー、はい、俺パズー。じゃあ上？パズーが下だって。パズーが下。結局パズーが下だ。あ、そっか。上にそっと手を乗せるもんね、シータね。そっか、そうですね。おばさんたちの名は聞いたよ。あ、言ってから。で、ちょっと曲がって、キッバルスだよね。すごい、このさ、おばさんたちの縄をは切ったよはどこで来るんだよ。だから来るぞだって、ほら。来るの、もう来るの、はい。はい、え、こう乗せるだけですよね。そうそう、これでいいんです。なんかずれてない？こう、こう。こうなんだ、なんだこれ。いい、いい、いいよ、もう、まだ。おばさんたちの名は切ったよ。切ったの？切ったの？切った？切った？まだ？まだ？結構恥ずかしいけど。そうですね。うん。え、まだ？ぶっこさん、手を横に。さっきのだったら、こっちで合ってるらしいですよ。ああ、そうそうなんです。はいはい。で？まだ、来るぞ。来るぞ。乗せた。はい、来る来る。そろそろ。まもなく。ちょっとカウントダウンしてくんないかな。うん。皆さん。ね、そうそう。あ、でもそっか、放送だからライブがあるからね。誰か、誰か。もう言ってんじゃねえの、これ。あ、もういいんじゃない ?3、バルス！バルス！わかんないよ。放送見てないからね、こっち。そうですよ。購入なんで。せっかく目が、目がって言ってるあたりですよね。ね、分かったでしょ、はい、放送、ほら、インターネットにはラグがあるから。いや、俺結構息子さんの真似自信あるんだよな。あれあれなんで止まって今なんか似てたでしょ、ほら。そうやな、ね、だからこのラグを楽器演奏で起こさないために。そうですね。あ、今ちょうど目がってなってるのかな。目が、目が最後ぜひあの破片と一緒に落ちていく息子さんもね。そうね、追っていただきたい。そうか、今年は 何バルスぐらい行くんでしょうね。わからないな。どこへ行こうというのかね。いざなずけ、命乞いをしよう。あもう、みんなやりたい。あれやりたい、やりたい、やりたい。みんな、みんな息子大好き。小僧から石を取り戻せって。髪の毛吹っ飛ばしますわ。僕が好きなセリフは、はい、海に捨ててお前ね、それでちょっとガガ全然似てる。それ海に捨ててでしょ。で、お前の誰だよそれ。妖怪だ。そうね、あの石だけこの石にこう渡すやつだよね。で、あの銃口が突然出てくるやつね。海に捨ててだって。お前誰だったんだよそれ。マジでやばいやばいやばいぞ。うん、 PLL でこの感じはまずい。ダメ、散歩っぽいもんな。そうですね。まあいいです、いいです。じゃあでも今日はちょうどよかったです。こんな日なのでしょうがない。ええ、まあ、あとほんと10日ちょっとでパッチもリリースされますんで、またこんなおかしな人たちが作ってるゲームですけど
あの楽しんでいただければ幸いです、はい、そして、先ほどもお伝えした通り、はい、あと30分少々で、イーストア日付が変わったタイミングからそうですね、イーストアで予約開始になりますので、うん、お早めに。なんか皆さんのバルスはこれからだってことでしょ。そういうこと。午前0時イーストアがバルスみたいな。果たして落とせるかな、まあ、担当者がわざわざ今日来てたよ、はい、確実に落ちます。なぜかすごい自信持って言ってたので何言ってんだろうこの人と思って、はい、じゃあそんな感じで、はいはい、たくさんまた項目ありますがぜひ楽しんでいただければと思います、はいはい、それではまた次回のさまざまな放送やプレ PL イベント PLL イベントなのでお会いしましょう、はい、では以上をもちまして、はい、第39回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブ終了させていただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。バルス。